こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、サンバ、早いサンバのリズムパターンですね。ドラムの、ジャズのサンバな感じだと思います。本当のサンバってちょっとなんかこう溜まってた、リズムが溜まってたら、いろいろやり方違ったりするんですけど、僕らが普通にベースラインでね、いわゆるこうスペイン。で、スペインをちょうど今テスト時期で、スペインを選んでる子がいて、どうやってサンバ叩いたらいいですかって形ですね。サンバに関しては僕はもうチキチンで、たいなっていうふうに思ってます。で、バスラの踏み方に関してはこのダブルのロック系のダブルの踏み方とこの足、僕はジャズの場合はこうつま先だけでいきます。なので、ここら辺は他にもちょっと教材作ってあるのでそこのビデオを見ていただければいいかなと思うんですけど、このボサノバの前、説明したやつのプリントですね。これの今日はこっちをやっていきます。なんで右手はチンチチでやる人もいるんですけど、チンチチだと、なんかこう、リズムがこう、こうやって回転するグルーブよりか、これでもいいんですけど、最初にこのジャズのこの、ジャズサンバのフィールを出そうと思うと、こういうニュアンス、これを出すのに、足の3つがいいです。で、これに対してこの ABCDE っていうのをやっていくので、ね、これは A はウッタンっていうリズムですが、ウッタンはどこ縦で考えてチチタチチタドチチタドチチタ、早くしていく。で、次 B が、ズタチズタチ、もうハイハットですね。ズタチとズタチズタチとズタチ。っていう風に練習していきます。そうすると、この A と B ができた時点で、この1番ができるように作ってあるので、そうするとこれ交互にやると。A ばっかりだとなんか8ビートな、使わないわけじゃないけどなんかちょっとサンバっていうかこの要はラテンのフィルになりにくいのね。だからで、次 C、 このカツカツこれやるでしょ。そうするとカツカカツカ、これができると C と B を交互にやると2番ができるようになっています。そうするとで左手の感じで、3番がこの立つつったこの D か D、 これは右足と左手は一緒なんだけど、立つつかタツツタタツツタ、このタイミング覚えてね、両方一緒、右右左だけ、こことこれと、D と A を一緒にやると3番ができるね。で4番はやるためにはこの E、うかうか、これ一番難しい。うか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 ですね。これができると4番が。で、ここまでできるとこの3と1を交互にやるとこの5番のパターンができます。早いテンポの曲の時は意外とチックとかがこういうリズムパターン、チックのコンピングというかバッキングはですね、つたったがっかうっかつかっかつかっかがっかうっかつかっかって意外とこう細かいことやってるんですね。このうかんかかん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 うかんかっていうのは6番のこっちから始めたやつね。これ6番って何かっていうと
表表 C E E C なので、これを練習します。そうすると、で、例えばチックがよく使ってるのは、うかっかかっか、うかっかかっかとかもやってるね。うかっかかっかって何かって言ったら4番でしょ。うかっかっか、つかっかっかとかね。この1、2、4を今自由にやっただけで、こんな感じの、なんか、早いテンポだけど、ゆったり左手が間引きされたリズムができますよね。っていう感じで、練習してもらえば、全然できるんじゃないかなと。要はこのもう初期段階はもうここで十分です。早いテンポでできれば、これテンポ150ぐらい、結構早いです。150ぐらい目指してください。これぐらい、ぐらいまでいければ大体の曲は叩けれるんじゃないかなというふうに思います。で、シンコペーションして入るとこが結構ここみんな難しがる。これはスペインね。ジャンジャンジャンの後、ジャンジャンジャン、ジャンジャンジャン、ここで戻ればいいんじゃない。ジャンジャンジャン、ドトツツドトツツドトツツ。で、そのここで戻ってから左手はちょっと何小節かこれだけやって、感じでできればいいんじゃないかなと思いますね。あ、チックいろいろ取ってみたいんだけど、やっぱただ長い短い使い分けてすごいゆったり乗ってるので、このリズムパターンなんかがだからやっぱり、ゆったり乗るんだったら5番で、細かくやりたかったらみたいな感覚で、この、まあ、大体このボサノバサンバってこの2つしか乗ってないじゃないですか。でもこの2つだけでももちろんいいんだけど、もうちょっとバリエーションやりたい時にみんな難しいことやりすぎるんですけど、この1番2番3番4番意外と使えるんで、この辺だけやってるだけでもボサノバでも十分雰囲気出るんで、この辺を6つ覚えてくれればもうこれで十分だと思うんですが、さらにいろいろやりたい人はそうするとシンコペーションブックを左手でやろうよっていう感じなんですね。そうするとチキチンチキチンでやっていくと、だからタタンタっていうのが入ってくるとすごいサンバっぽくなるんですね。なまらせるし、でタタンタが難しい、これね、タタンタ、ここのここに書きましたけど、タタンタね。そうするとタタツタタタツタ、このタタンタが2拍さ3連トーンなんか中間みたいな叩くとラテンっぽくなる。なんかね、これがだからこうタンボリンとかもタタンタタタンタタタンタタチタタタチタって叩くんだけど、タンボリンの形がやっぱりこう叩ききれなくてなまってくる感じがかっこいいんですよ。だからこれタタンタができるとすごくサンバっぽくなります。で、これタタンタができたら、この1段目はタンタンもやったし、ウタンタンもやったでしょ。タンタンタタンタタタンタタンだから、多分この1段目すぐ叩けるんですよ。で、これ早くなってくるとめっちゃ難しくなるんで、早くなってきた時に僕はお師匠様に教えてもらったのが、まあリムでもいいしスネアでもいいんで、両手ユニゾン、ドラムソロなんかにもめっちゃ使えるし、両手でユニゾンっていうのは速いテンポで結構有用ですね。なのでこの辺の練習をしてもらう。まずはこの僕のこのページのこの1ページ目ね。はい。なのでこういう、教材的なものを、無料で放出しているので、よければチャンネル登録してくださいね。でこの資料に関してはメルマガを取っていただくと、資料がダウンロードできるようにしてありますので、このページをやってね、これをね、まずね。で、シンコペーション入った時の対処とかは、これは決めをすると必ずシンコペーションするんで、シンコペーションした後にこのバスドラのこの、
処理ね、処理の仕方を練習しておいてください。で、それができたらこれだけでも十分だけど、もう一段進みたい人はこのシンコペーションブックのタタンタを交えたリズム、それ以外のフレーズもいっぱい出てくるから、これを全部やってみてね。で、それができたら今度は、まあ、高速でやるときは両手でやる。要はチキチンでやった方が進行感が、このチキチンが進んでいく感じだけど、このこれはバストラで進行感出すと手はこう遊ぶ感じ、そうすると手のシンバルがランダムになるので、なんか結構盛り上がった感じが出るので、こういう遊び方ができると思います。非常に有用な練習方法だと思うので、この順番で練習してもらってやっていくといいかなと思いますね。そうするとスペインも全然有名じゃないし、サンバでの結構早いテンポのサンバの曲もそんなに困らなくなると思います。というわけでやってみてくださいね。早いとね、最初はやっぱこう、もうハイハットだけになっちゃうんですよね。だからやっぱチキチンでできると、ものすごく複雑にやってる感じがするので、ぜひやっていただきたいなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、LINE 登録お願いします。